前半のロスタイムで、まあ、先制できたのはものすごい良かったですけど、やっぱり後半まあ、いた形で、2点決められて逆転されてしまったのは、まあ、僕たちの、まあ、集中力っていうのはそうですけど、まあ、もっと芯の強さ、メンタルの強さっていうのを鍛えて、まあ、そういったところで、必ず勝ちを持ってこれるようにしないといけないなと思ってます。林選手に、浮き球を入れて、林選手がいい形でキープしてくれたので、僕は前に走って、そして林選手がいいタイミングで出してくれたので、まあ、中に鈴木選手がいるって信じてクロスを上げたら、まあ、鈴木選手がものすごいいい形で決めてくれて、まあ、ありがたいなと思ってます。まあ、やっぱり得点のとこでも、まあ、1試合、1得点は必ずこの3試合は絶対してて、まあ、そういったところで、まあ、前回の2節は後ろが0点に抑えられたのものすごかったですけど、今回、まあ、やっぱフォワードが1点決めてくれたということで、ディフェンスは何が何でも0で抑えないといけなかった場面だったので、まあ、そこは、まあ、反省点ではあるかなと思います。順位が上のチームとやるということで、まあ、僕たちが上に食らいついていくためには、そういったチームの相手でもしっかり勝ち点を取ってくるというのが大切だと思っているので、まあ、次の試合、2連勝できた中で今回、負けてしまった。でまたそういう悪い流れに持っていくんじゃなくて、次しっかり勝ってまたいい流れに乗れるようにやっていきたいなと思います。